日本群馬県気流市、津々町津々町は、群馬県気流市の町名である。1丁目から3丁目が設置されている。面積は2.28平方キロメートル。郵便番号は376-0042。気流市の中部、東ず山の南陸に位置する。末広町、宮前町、波町、元宿町とともに気流市外八区に属する。東北部は、宮本町に、 東部は小曽根町に、東南部は宮前町に、南部は JR 両毛線、渡瀬渓谷線を境として、元宿町に、西南部は渡瀬川を挟んで、愛よ町に、西北部は川内町にそれぞれ接する。東部が1丁目、中部が2丁目、西部が3丁目となっている。1丁目に、水道山記念館と水道山排水地、2丁目に、 白髭神社と城下おるじ、三丁目に青葉台団地と聖フランシスコ修道院がある。町内北部は山地によって占められ、南部に群馬県道3号前橋大間巻流線、群馬県道342号川内定線が通じている。渡瀬川に架か,かる赤岩橋によって、相生町と小倉新道によって、川内町と結ばれる。JR 両毛線、渡瀬。 渓国鉄道と高下電気鉄道との間に丸山がある。その北六に高下線の丸山下駅があり、登録に白髭神社が鎮座する。かつての堤村にあたる。1873年に今泉村、堤村、元宿村、村松村が合併して安楽戸村となる。1889年の町村静止校により、気流新町、新宿村、 安楽戸村、下久方村、上、久方村平江が合併して、紀流町が発足。安楽戸村は紀流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に大技が廃止され、宮廷村にあたる地域は、東ずつつみ町、西つつみ町となる。その後住居表示に伴う町名変更によって、現在の町名である。 堤町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に、神戸電気鉄道高下線丸山下駅がある。群馬県道3号前橋大間間気流線が通過。水道山記念館当庁に気流市から指定された指定緊急避難場所。 指定避難所はない。ありがとうございます。